The Game Gallery。 はい、こんにちは、春木次久です。今日ね、ご紹介するゲームはこちら、キュリオスですね。このキュリオスはですね、各プレイヤーのところはですね、考古学者になってるんですね。考古学者になっていて、沈没船とか古代の遺跡とか墳墓とか、まあ、寺院っていうところね、そういうところに、実はね、禁じられてるところなんですけども、そういうところのお宝を発見して、まあ、栄光を手に入れていきましょう。なのでね、かなりね、際どいテーマになってるんですけども、最終的にそのお宝の価値が一番高いプレイヤーが勝ちですよっていうですね、非常に分かりやすいといえば分かりやすいテーマのゲームになってるんですね。で、このゲームのね、基本の情報としましては、プレイ人数は2人から5人。残念ながらね、これソロモードはないタイプなんですね。で、プレイ時間が15分。これね、入札型のゲームなんですけども、15分という非常に軽快にプレイできるっていうゲームになっていることと、プレイの感じとしては、やや軽量級かなという感じで、まあ、プレイ時間のね、15分から分かるように、サクサクっとプレイできるような入札系のタイプのゲームになってました。意外に力ね、これ15分っていう軽量級ですけど、侮らない仕掛けになっておりましたね。まあ、早速ね、中の方ね、出していきたいと思います。はい、こちら全体出してみました。これがね、最初にました4箇所ね、禁断の場所ですね。大ピラミッド、二人た沈没船、禁断の寺院、古代の闘技場という4箇所の場所がありまして、ここのところにこれがね、各プレイヤーの持ってる、まあ自分の部下的なものですね。これを送り込むことによって、この宝石をもらうと。まあこれが宝物的なものですね。これをもらうと。これを繰り返していますね。次のプレイヤーもどっか置くことができたらもらえる、どっか置くことができたらもらえるっていうのを従々に繰り返していくと。で、これがみんな置いて終わったらワンラウンド終了で、また回収してスタートプレイヤーがずれて次のプレイヤーから置いていくと。まあこういう非常にね、シンプルな、いわゆる入札型っていうやつですよね。競りじゃなくて、こう入札していきましょうってね、これ4つのとこに自分の部下を入れることによって入札していきましょうと。入札がどうなってるんだっていうことが、このゲーム、一応ポイントなんですけど、ここをご覧いただくと、1、2、3、4、4ってこうなってると思うんですけどね、この丸の数が。1人目はここなんですね。2人目行こうとすると、2個部下を置かないといけないですね。つまり入札してるんですね。2個置いてももらえるのは1個なんですね。で、次のプレイヤー行こうと思うと、3個行かないといけないですね。もらうのが1個だと。同じとこなんですけども、後手番の方行くほど行けば行くほどコストがかかると。こういう形になってて、もちろん手元に持ってる数はみんな公開かつ有限ですから、どこへ行くのか、ここへ3個行くぐらいだったら、自分でここ2個行った方が1個でもらえるからいいじゃんとか、まあこういうことありますよね。こういうことを皆のところで考えながら宝石を取っていくと。で、さっき見ましたように、それ以上置けなくなったら、ここね2個あるんですけどね、もう2個で置けるとこないんですよね。これパスしかないので、全員がパスして終わったら、またこれが、手元に帰ってきてスタートプレイヤーがずれて次のラウンドを開始と、これを繰り返していきましょうと、こういう流れになってですね。なんで本当地元に来たら、ここの空いてるところの少ない方から置いていくということをすれば宝石1個もらえますと。これを繰り返していくだけで、ゲーム的には2箇所以上枯れたらそのラウンドで終了、最終的にこの宝石の持ってる価値の量で勝者が決まると、こういうことになってるんですね。じゃあこのゲームポイントがね、どこにありますかっていうと、今実は言いました価値なんですね。これ実は1個1点じゃないんですね。こういうカードがありまして、これ随分下がりますよね。これがシークレットでここに最初置かれてるんですね。もし7がここに置かれていれば、この宝石1個7点なんですね。これだったら宝石1個1点なんですね。ものすごい違いますね。これだけでもね、7倍違いますからね。もちろん3とかね、いろんなまあ数字ここにあるわけですけども、こういう中間的な数字もあって、これが全て対応したものが秘密ですよ、もちろんね。今お見せしながら置いてますけども、何らか置かれているので、ゲーム終了時にはこれが全部オープンなので、その価値かける自分の持ってるこの宝石っていうのの数と種類を掛け算して一番多いと勝ちと、こういうゲームなんですね。じゃあこれ運のゲームじゃんっていうことになるんですけど、実はそうではなくて、この残り余ったやつは各プレイヤーに配ってるんですね。持ってるんですね。これ人数に応じて枚数違いますけども、持ってるので、ここにあるカードの数字は絶対ここにはないんですね。これが一つの推理できる要素だっていうことと、実はコマは予備があるんですね。一回ラウンドがこう全部置いて終わって、ラウンドが終了して次のスタートプレイヤーに移る前に、心を一人雇用できるっていうチャンスがそれぞれあるんですね。どうやってこれを雇用できるかというと、実はこの手元に持ってるカードのうち1枚を全員に出すんですね。これ今私出したら、ここもう絶対1じゃないんですね。もう絶対それより大きい数字しか存在しないんです、ここはね。あ、じゃあ黄色おいしいじゃんっていうのがみんなにバレるっていうか、
間の数字みたいな3みたいな出しては、3か、まあ3じゃないのはわかるけどさみたいな、こういう茶濁しもできるんですけども、各プレイヤーそれぞれ1回ずつ手札から情報をちょっと出すことによってワーカーが1個もらえるんですね。そう、入札するもワーカーがもらえるんですね。このワーカー数が本当に力なので、徐々にラウンドで進むときに徐々にみんな実はね5でもないんですよみたいな情報を出していって、でつまり自分だけが知ってた情報が全員の公開の情報になっていくんですけど、この瞬間ただしその見返りとしてワーカーがもらえる。ワーカーも純粋にパワーですからね、本当はこれを置いていきますから。こういうことがあって、最初は全然ゴリ夢中で自分の手札の数枚以外は全くわからない。ただしみんなの置き方でなんとなく分かったりしますよね。あの人1持ってるんじゃないかな、だからあそこ積極的に取ってるんじゃないかなと、なんとなく置き方で見えてきますけど、もちろんハッタリが入ってるかもしれないんですけども、この傾向があるということと、ラウンドが終わるごとに手札からちょっとずつ、2個しか追加できないので必ず2枚しかオープンならないんですね、各プレイヤーならないんですが、この2枚ってオープンになった情報から全体を想像していって、あそこじゃないか。これがよくできているのは、2万2枚って出た時ってもう3ラウンド目なんですよね。このゲーム15分だからそんな長くないんですけども、中盤を超えたあたりで一気に全体の概要がなんとなく見えてくる。だって残りはここにも見えてますから、自分手元にもね。っていうところがあって、しまった、これ緑行くんじゃなかったわ、みたいなことが分かってくる。この完全に運に見えたものから手札に持ってる数字というと、皆が徐々に公開していく数字、そして増えていくワーカー、後半ほどいろんなところを置けるようになるんですね。ここの組み合わせがすごくよくできてるんですね。かつここ実はマジョリティがあるんですね。毎ラウンド1個置いて2個置いてって、こういう状態になったら全員がパスして終わったら、この場所ごとにマジョリティ、つまり最もたくさん置いてるプレイヤー、単独ではダメですけども、はもう1個ボーナスでもらえるんですね。なので1個置いて2個置いて、こうなってきたらお前にボーナスやらせるかよっていう、こういう3個ボーンと置かれるとボーナスもらえないんですね。こういう微妙な争いもあったりして、マジョリティもやってるし、それぞれの価値の想像もしながら戦ってるっていうのがあって、軽量級の入札ゲームとしてはかなりよくできてるんじゃないかなと思います。15分ぐらいでね、あっさり終わりますし、割と分かりやすいということがあって、何とってこの入札はもう本当にこう置いていくだけっていう、この独特の仕掛け、この今までにもよくあったような仕掛けなんですけども、価値がシークレット、しかもだんだん見えてくるっていうところがこのゲームのポイントかついいところなんじゃないかなというふうに思います。で、常時に若干弱点としましては、まあ、中後半になってきた時に、まあダメだなと思ったら逆転ができない場合ももちろんあります。自分のね持ってるところとここで、ああもうあれ多分1なんだなと思って勝てない時もあるので、そういう時はもう読みが失敗したのでもうワンゲームやればいいというふうに思いますけども、必ずしも逆転の要素が強いというわけではない。ただその代わり15分で終わるという仕掛けになってます。で、もう一個弱点としては、これご覧になっていただくと分かるように色合いはちょっと悪いです。これ同じ色ですよね、多分カメラの画像的にもほとんど同色に見えてると思うんですけども、これ紫なんですね、これ緑なんですね。多分ここの緑色的な色にしてやると思うんですけども、プレイしてる時って割とこう夢中になって、まあ冷静なら分かるっちゃ分かるんですけども、この青と紫はもうちょい違う色にできなかったかな。私時々公言してますけど、ちょっと色差に弱い人間なので、私には非常によく似て見えるんですね。特にこんな風持っちゃうとすごくよく似て見えたりするので、この真ん中が白抜きか抜いてないのかで差がついてきてるようですが、これはもう少しはっきりした色の違いにしてほしかったかなという感じはしたりはします。はい、というわけですね、キュリオスをご紹介いたしました。なかなかですね、この軽量級ですね、15分級みたいな、こういう非常に短期間でさっと遊べるっていうのの入札で評価の高いゲームってなかなか実はないんですね。これの類似ゲームをご紹介しようと思って探してたんですけども、いわゆるボードゲームキークだとビッティングとこのオークションと似たようなジャンルになってて、入札系のところと競りが大体同じジャンルになってるんですけども、同じぐらい軽いところでこのカテゴリーで名作っていうと、いわゆるハイソサイエティみたいになるんですね。まあ、あれもね非常に名作ですけども、ハイソサイエティぐらい古いやつか、最近ですと国内にもそろそろ入ってきてる、あれもね入札があれは金額確保ですけど QE ですね。あれも非常に軽量系の、まあ、名作になるんじゃないかなというゲームだったので、あのあたりがねお好きな方ではこのキュリオスが多分お好きなんじゃないかなと思いますし、逆にキュリオス好きな方は特に QE の方は向いてるんじゃないかななんて思いますよね。そのあたりのゲームも合わせてお楽しみになってみてもよろしいんじゃないかと思います。で、私やっぱ特にねこのインプレッション強かったのは、この2020年ぐらいは非常に重たいゲームがね前線になっていて、中軽量級ぐらいのなかなかこの後ずっと遊べるゲームってなかなかないなと思ってたんですよね。
だけどこのキュリオス、実は不思議なことに AEG 社なのにデザイナー名も公開されてないっていうね、なかなかなんでやねんっていう形ね、 AEG ですからね、パッと出のメーカーさんじゃないですからね、いう形になって非常に不思議な出自のゲームではあるんですけども、一個持っておいて、まあゲーム会なんかの時とか割とね、プレイ人数のね幅も広く遊べて、入札ですからね、しかも15分で終わりますからね、そこのところ面白いのが、これ人数が多いほど公開される情報も多いんですよね。それ分かりやすいってことなんですね。ただしあちこち取りにくいなんてことがあって、まあプレイ人数の調整もかなり効いてるゲームだったりするので、これはなかなかこの軽量級ぐらいの、このいわゆるオークションビッティングのところでは持ってていいゲームなんじゃないかな、なんていうふうに思ったりしておりましたね。はい、というわけで今回ですね、キュリオスをご紹介いたしました。ザゲメチャンネルのあるキュジゲでした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。